なんでプランドゥ C に入ったかっていうのは、もともとなんかサッカーもやっていて、こう頑張って成果が出て、もっと大きな夢叶えたいなと思った時に留学に行って、でいろんなものに触れた時に、なんか形のないものって世界共通だなっていうふうに感じて、それを広げたらもっと世界って平和になるんじゃない？って、そこから僕の夢が世界平和になり、でその世界平和を叶えるためには形のないものを広げていく、おもてなしを広げていったらいいんだと思ってたら、日本のおもてなしを世界中の人々へっていう会社に出会って、あれ、なんかこの会社自分がしたいことそのままやってんなと思って、プランドゥ C に入ろうって思いました。僕が2年目の時、有楽町のシックスバーオリエンタルホテルで働いてて、お客様に対して自分の担当のエリアがあって、そのお客様をおもてなしするっていう仕事をしてて、金曜日のシックスとかもう本当に目が回るんですって、「いらっしゃいませ」って言って、「ありがとうございました」って言って、こっちのテーブルにオーダー入ったらもう違うお客様が来て、「こんにちは」みたいな感じのペースで進んでいくんですけど、初めて金曜日の夜ウェイターやらせてもらった時に、隣に中田聡さんっていう今スタイルの、RDM をしてる人がいて、一緒にやっててめっちゃ僕楽しみにしてたんですけど、もうサトシさんがすごすぎて、僕のエリアのお客様のことを僕やらなきゃいけないのに、サトシさんが全部やってくれると、もう悔しくて悔しくて、本当に笑うだけが取り柄だったはずなのに、笑うことすらできず、うわ全然ダメだと思って、営業終了後にサトシさんに「今日はすいませんでした」と、本当に悔しくて、全然なんか笑顔にもなれずに、本当に悔しくて、本当にすいませんでしたって言ったら、サトシさんが笑いながら「ハワイアン」みたいな感じで、言うて全然だねみたいな感じで言って、でもさ言うたと、お客様に対して誰がお水を注ぐとか椅子を引くとかオーダーを取るって、別に言うたじゃなくてもお客様が嬉しかったらそれでよくないって言われて、うわむっちゃ確かにって思ったんですよね。アイアムっていうのが僕がなんかしてあげなきゃとかって思ってたけど、お客様にとったら僕がすることではなくって、そのお客様が嬉しいことを求めてるはずだから、なんかアイアムっていうところのなんか本質的な意味を感じたのが、まず一つ大きな経験だったなって思います。なんかダイニングにいる時に右に行ったり左に行ったりとか、なんか紆余曲折してるイメージはなくって、マジで一生懸命目の前のことが頑張ってたけど、世界平和って大きく言う、でもやってること目の前の先輩のことばっかり気にして、なんかあんまりうまくできてないみたいなことがあって、あんまり本当に現実的に会社のことを考えられてなかったりとか、目の前のことうまくいってない人に次の仕事ってうちの会社ないじゃないですか。そこの次のステージを僕が取りに行けてなかったんで、会社のことを広く見るっていうことがなかったけど、ちゃんと目の前のことを頑張って成果を出した時に新しいステージを用意してもらって、でそこで受ける期待っていうのもまたちょっと変わってきて、よりなんか自分のこう会社を見る視点がこうクリアになっていって、プランドゥ C に対してロイヤリティが上がるっていうのか、ロイヤリティといえばロイヤリティがちゃんと上がって、このプランドゥ C の未来を作るの自分だから、その自分が今の仕事を通してどうやったら未来作れるのかっていうのを考えれるようになったし、考えさせてもらえるような状況も作ってもらったしっていうのはすごいでかいかな。でもなんか今に向き合ってこう未来が広がってきたのはなんか最近かなって思う。なんかその自分でようやく感じれるようになったのは、毎日違うお客様がいて、毎日違うサービスをしているし、毎日違うことをしている気持ちなんですけど、でもちょっと遠くから見ると業務的には一緒じゃないですか。レストランでお料理をご提供して、ドリンクをご提供して、会場の見学のご案内をしてっていうことは一緒だったから、そこに対してなんか本当に俺これでいいのかって思う瞬間もあったけど、なんかそれをこうやっていく中で、プランドゥ C の面白い未来の話とかをやっぱり聞いたり経験させてもらったりすることとか、考えたりとかすることがこう機会が増えてきたことによって、なんかその自分が扱える幅が大きくなってきたから、徐々に開けていくっていう人もいるだろうけど、僕はどちらかっていうと結構ずっと「よし頑張るぞ、毎日興味あるぞ」ってやってきて、ちょっと今最近見えてくる世界がまた急にちょっと変わったかなと思う。ただその変わる前から
自分がリーダーと思って自分で判断をして自分でやるっていうことは意識してやってたから、その時からで言うと自分の気持ちは全然変わってないんですけど、そういうふうにやり始めてきた時からこう与えてもらうことがどんどんこう広がってきたから、なんか今がちょっと変わってきたのかなっていうふうには、まだまだなんですけど、っていうふうにはちょっと思うかも。